染み抜き武田クリーニングの事例を紹介する動画です。ブルックスブラザーズの朝のジャケットです。全体的に黄ばんでおりまして、特に黄ばみが目立つところがポケットのところです。フラップのところ、そしてこちらも黄ばんでおります。裏も黄ばんでますね。そしてラペルにまでその黄ばみは及んでおります。こんな感じです。こちらにですね、ドライクリーンオンリーっていう風に書いてあるんですが、こうした黄ばみに関してはですね、通常のドライクリーニングをさせていただいたとしても綺麗になる可能性というのはとても低いので、今回はドライクリーニングだけじゃなくて洗浄力を重視した水洗いもさせていただこうと思っております。お客様のご依頼によってこの動画が成り立っております。ご利用ありがとうございます。はい、作業が終了いたしましたので仕上がり具合を見ていきたいと思います。大成功の事例です。大変綺麗になりました。ポケットのところ、どんなに意識してみても黄ばみ、シミ、汚れ見つけることができない状態です。つまり全てのシミがきれいになったということです。そして裏も黄ばんでたんですけども、これもきれいになっております。そしてラペルの部分に至るまで黄ばみはあったんですけど、どっちもきれいになっております。いい感じですね。非常にいい感じに綺麗になりました。朝 100% のブルックスブラザーズの紳士物のジャケットでございます。これで、また長い間いい状態で着られるんじゃないかなというふうに思います。ご利用ありがとうございます。詳しくは染み抜き武田クリーニングで検索してください。